おはようございます。現在午前3時。嘘です。なんで今やってるかっていうと、一応念のためでございます。もしオープニングに音声が入ってたらこの動画は使われないんですが、多分入ってないんですよ。多分、いや絶対。ということで事後オープニングでございます。はい、2023年一発目の動画からこんなことをやらかす。ジャイロ君、そこはさておき、本日なんと視聴者さんにお年玉一本の動画で2機種味わっていただきます。前半はリゼロ、後半はゴジエバ。みんな大好きリゼロとゴジエバをね、一緒に楽しんでもらおうと思いまして、もちろんどちらの台でも絵は撮れています。絵が撮れたからこそ2本立てということでね、お送りしていきますので、最後までご視聴ください。引き継ぎを本年もやってまいりたいと思います。では実践開始まで。はい、では新年一発目はレムチュアンでやっていきたいと思います。で、先読み、今日は先読みこう期待でいきます。どうすかな、左下レムチュアンにするか、ちょっと押しキャラレムチュアンでいきます。やっぱレムチュアンに見守ってもらわないとね。はい、ということでスペックですが、319分の1、ラッシュ突入数 55%、 55% 取れば3000発からスタート。通常当たりは1500発、で時短も何もなしで左打ちで、ラッシュに入ると全てのフラグを合わせた大当たり確率が 99.9 分の1、で継続率が 77% となっております。なら話は聞くぜ。お、俺もあるぞ。先読みが出せないタイミングだったから、あるある。つか内部的に先読み出てましたね、もし保留目出たら。ただ紫弱いか、赤かい。あ、でもストンできたモーニングスター。あら、ああそうか、レムチュアンだ。この場合6ってそんな強くないんだよね。いや、わかんねえなこれ。赤にはなってくれたけど、さあ持ち色は白くせえな。なんか赤か。軍はいやー、これやらかしてるくせ。またおっと、嘘だろ。あ、でもカウントダウン始まっちゃってんな。ちょっと待って、このままのルートなら当たりなんだけど。一応先読み好奇祭だとスバルルート行った時点でこうなっても当たってはいるけど、余計なことしないでよレムちゃん。おい、これで外れたら泣くんだけど。やべ、あれでも白なんて出たことあったかな。弱っ。なんでカウントランナーから出すの。ああ、でもこれは行くか。どうなんだろう、スバルルート、あの赤保留、先読み国際とかで赤保留でスバルルート行ったら俺は外れたことかな。ただこっちに行った場合は分かんないんだけど、これこの間外したんだよな。でも今回は 90% ぐらい。どう、よっしゃ、ありがとうレムちゃん。引き強い93回転。あ、すいませんでした。ドン。でもこう多分このねチャレンジボーナスからってそれなりにあるんで、すいませんでした。あれ ?1234567 って3000じゃなかったっけ。はーい、入賞時でさっき読みって金賞後行きました。あれ青子のままだといただきだっけ。
1枚目来た2人のこれはこれは当たる、これは当たる。なんか保留変化させやがったけど、これは当たらないとちょっと困る。入賞時フラッシュもあるし、図柄も拡大して熱い。だからレムちゃんが大チャンスっていうはず。オッケー、よし、ここまで、ここまで足りてる。久々に聞いた6000か。このパターンだとあんま好きじゃねえんだよな。あとはちょっとハンマーの色が気になるぐらいかな。でもここまではオッケー。白か。おい、軍なスバルルート行くかな、これ。もしかして行かないか。作ってみせる。いや、ちょっと当たってくれねえと困るぞこれ。オッケー、笑った。モニガカリルートでございます。これはこれはもうさ、あの朝一外した鬼がかりと違ってかなり強い。ここまではバッチリ。あとはチャンスアップがあればとは。いや、なかなかチャンスアップ出ないんだよな。お、来た。これでもらった、これでもらった、これで完全に足りました。これはもう大丈夫でしょう。あ、出た出た、 OK、 ボタン出た。この鬼がかりカットにボタン出るかすげえ大事なんだよね。素晴らしい。いや、これは当たんないと困る。ボタン2回とか出なかったっけ、1回。いや、当たってんだろこんなん。最新年一発目を救ってみせる。いや、これは当たってる。オッケー、強い強い、よかった。あー、レムちゃん、僕の下半身も磨かってます。3000をください、現金ください。ただ6000って通常の可能性が俺は高いと思ってます。あの、なんだっけ、あの6図柄のこう押し図柄にしてたら別だけど、レムちゃんを押しキャラにしてて6000って俺こっち下だと思ってる。やっぱり赤ボタンお願いします。いや、青ボタンくせ、青いよ。おー、いった、おー、いった、おー、いった。マジでマジで、いった。いや、びっくりした。新年一発目の鬼がかりボーナス。はーい。え？さあ、キミコ。動かない？レムチは？さあ、どうだ。ここ開くかな。ああ、図柄拡大ねえな。これで終わり。ああ、でもスタンバイか。1枚絵もなかったしな。ん？左なんだった。たぶん大何度でも死ぬってすぐ。ああ、4か。これはちょっと弱いか。やるとしたらスバルルートだけですね。スバルルート行けばワンチャンあるけど、行ったエルザかで、赤、紫かな、赤かだとしたらボタンを押してスバルルートのままかも。うーわー、マジか。スバルルートのままだったらこれで行けたと思うんだけど。ただ保留が赤になったのはいいね。お、あるか、赤保留になってるな。強いっす、赤。すっごいボード、すっごいやつ。フリーズ、オッケー。フリーズって言ったら、まあフリーズって言わないんですけど、これは刺さるか。下がります。
アキト、君のカメラの前にいるのもアキトだよ。私は許さない。エスカップパワードーンシャー、やべえ絶好調で、リゼロはあの一撃を求める台じゃなくて、とにかくまず初当たり海物語なんですよね。時短がない、ただのジャイロよ。256回転、今日3000取れたら右で合計6000になりゃいいかなって感じです。あ、これ3000ですね。俺ビンビンいってる、ほらドン、やった。ここからの昇格が成り上がる。ソロパチさんに怒られるかもしれない。でも最近そういえばジャンジャンさんが時飛ばしを結構やってくれてるとかありがたいですね。でね、あのジャンジャンさんもセックスしてレムちゃん目を覚まして、レムちゃん、あーさすが眠り震え、うっそ、今マジで心臓止まりかけたんだけど。ちょっとでも出して、あの乱数に抗えな、レム、レムちゃん、レムちゃん、レムちゃん、起きてる起きてる、目と目で見つめ合う、目と目が合う瞬間好きだと気づいた。この台はおとなしいんでね。ちょっとゴジエバ君が開きまして、ゴジエバ君へ移動したいと思います。リゼロとエヴァの、僕からのね、お年玉だね。リゼロ、エヴァ両方見れる動画はジャイル危険だけ。というわけでエヴァ ゴジエヴァにやってまいりました。カスタマイズを一応ね、着目チャンス先方向を入れると先方向の信頼度は上がるのではって話は一応視聴者から来たんですけど、説明文読む限りでは別に絡まないというか、おそらく影響はないと思ってるんですよね。なぜなら先方向がすでに先読みになってるんで、多分たまたまじゃないかと思うんですけど、ちょっとそこも検証するために先読みチャンスも入れてやっていきたいと思います。でスペックなんですけども、319分の1、ラッシュとスミスは 50.5%、 ラッシュを取ったら10ラウンドあたりの後右時短255になるので、実質2回目の当たりも必ず取れて3000発もらってもらうことは確定しております。だから右のバトルは1回は楽しめるスペックになってますね。で通常あたり引くと10ラウンドランプは光るんですが、途中からパカパカで消化することになって、実際の出玉は1050個ほどです。でラッシュに入ると約5分の1近い確率で電柱で大当たりします。で時短1回転プラス残放量4回転の5回転で約5分の1近い確率をぶっ刺すか、255回転の時短の振り分けも一応20% あるとのことなので、どちらか255時短引く、もしくは5分の1を5回転以内にぶっ刺せばラッシュが続く。トータル継続率は 81% です。で皆さんのお正月はいかがお過ごしになったでしょうか。なんだろう、いつぐらいかな、正月らしい風景っていうのを見なくなったの。僕が子供の頃、まあ昭和後期、まあ52年生まれなんですけど、昭和後期から平成初期ぐらいはだいたいたこ揚げしてたり、どんと焼きやってたり、あと商店街とかもシャッターほとんど閉まってて、正月だなって感覚があるにはあったんですよ。この正月しか見れない風景ってのいうのかな、近年それがなくなってきたなって思うんですよ。たこ揚げなはもうしたことない人結構いるんじゃない、20代の子なんてしたことねえんじゃないかな。結構面白いんだよたこ揚げ、ピーってあげて。であと昭和後期や平成初期だと今では信じられないお正月のお話で言うと、まず銀行が閉まってます、金が下ろせなくて、だいたいうちの親父や母ちゃんがやばい金下ろしとかないとってあったんですよ。だから年末年始の前にある程度お金を下ろしておかないと年末年始どこにも行けねえってのがあったりしたこと。コンビニエンスストアもあるにはあったんですけど、まあセブンイレブンさんだと本当に7時11時だったんで閉まってたし、やってる商店はなかったね。外食するところもなかったんじゃないかな。だから本当にあの年始ってみんな休んでたんですよね。まあもうここ20年ぐらいはそんなことないみたいですけど、
だからある程度備蓄もしとかないとやべえ食うもんねってなったりね。でも子供の頃だと別に暇じゃなかったんですよ。それでも友達と遊んだりゲームやったり、結局子供ってさ、あのお金がなくても休み過ごせるのよ。大してお金持ってなくても。大人になるとお金を基本暇つぶすにはお金を使わんとならんじゃないですか。だからね、大人になってから年始が嫌いになっちゃって、だって暇なんだもん、やることねえから。特に周りが結婚しちゃうとさ、嫁の実家来てるから無理とか、あ、今日自分の実家来てるから無理、元旦2日は大体会えないんだよね。まあでも母ちゃんによく正月ぐらい帰ってきなさいって言われたけどね。でも大抵マガジン時代は帰るには帰ってたね。そこをずらして年始あの3連休で帰ったりしてました。妹夫婦が帰ってくるかどうかっていうのも考えてやってましたね。結局帰省するのに、あれ、甥っ子めいっ子に会いたいっていうのもあるんで、甥っ子めいっ子が帰ってきてねえんだったら帰ってくるタイミングで帰りたいと思ってたんだよね。今年はあの1月2日に日帰りだけど帰るよってことだったんで、じゃあ帰るか。もちろんお年玉を渡しました。はい、妹夫婦にも渡しました。はい、父ちゃんにも渡しました。大人になると分かるね、結構あげるの楽しいわ。あ、でも皆さんは僕ほら中身子供なんでお年玉待ってます。投げ銭ってお年玉ね。はい、よろしくお願いします。630回転ここですね。フリーズだ。3段階まで行った。フリーズ3段階は熱い。あれフリーズだね、フリーズだね。使徒について、え、報告書で出た変動でリーチ、え、そんなことあったっけ。あれか、他の台でもあったな。なんか報告書みたいなのが出て絶対リーチにならない変動でリーチになってあった。これあれ行くかな、ストーリー行くかもしんないな。でもやっぱクライマックスか。ああ、てかゴジラ接近かネクストが止まんのか。そのまま4号4で外れて行くのかと思った。お、吠えてますね諸国さん。吠えましたね今あなた。近代よっしゃリージャン金、これは白バレでもいけますね。これは熱いですよ。いや、これ外れるとちょっと泣く。お願いします、お願いします、お願いします。金テロップ、ミサトさん、ミサトさん頼む、ミサトさん。いや、いや当たる、いや当たる、強いもん内容が。だから赤バレが出たと俺は思い込んでる。もうで、シンジ君でしょ。ほんとミサトさん出ねえんだよな。で、割とカットイン青でも当たるんで、カットイン青でも多分刺さりますけど、できれば赤、理想は金。おお、これで多分ドロメ。これは当たらないと困るやつです。ドーン、これは当たります。やったー、リーチライン金は頼もしいですね。本当に635回転って言ったけど、俺が回したの436回転でした。すいません、新年早々盛りました、すいません。よかった、深くならないで。で、決戦ボーナスなんですが、どっち選んでもあんま変わんないっす。僕はゴジラ選ぶのが一番いいかなと思うんですけど、ゴジラで連打せずに最後のボタンに全てをかけるが、こっちがね、それが一番面白いと思います。で、こっち、おそらく何かのチャンスアップが出たらラッシュだと思います。これもいつも白なんですよ。で、シンジ君のカットインもデフォしか見たことないので、おそらく何かのチャンスアップでラッシュ角かなって。ラッシュ入んなかったらごめんなさいね。で、基本的にラッシュに入るときでもノーチャンスアップでいきます。大事なのは最後のボタンが赤かどうか、ここだけです。赤いの頼むよ。やったー。で、多分復活はないですね。アタッカー見てればわかる。あ、ダメだ、
パカパカしてるんでもうないですね。まあとりあえず一発、まず一発取れたんでね、よかったよかった。で 50% の台なんで2回に1回は通常で、でも初当たり取らないことには思考が稼げないんで、まずは3意識をしっかり引くことですね。やっぱおお来た、レバブルは入れてないんで多分レバーは来ないですね。でも来てほしい。触れろハゲ。あ、宇宙カカさん、宇宙カカさん、宇宙カカさん、なんね、一応背景赤ですけど、背景赤でも必ず何か見つかるってわけじゃない、ないみたいです。僕一回ガセてますね。に疑似にでゴジラバージョンか。上空は疑似さんで上空行ってくれた方がいいんですよ。この場合500、この段階で撃ち落とされやすいんですよ。金土、金土、金セルフ来た。今金セルフ出ねえかなって言うと思ったら、ただここで撃ち落とされちゃうとちょっと微妙。ただ金が出たから多分行く、突破するんじゃねえかな。赤バレだったらもう当たるって言えるんだけど、あんな金が出た時点で OK。 だからこれ超接近に行ってからクライマックスと、接近で一回迎撃されてゴジラ前半からクライマックス行くのとではやっぱこっちの方が強いかと思われます。ルート的にはこの方がいいです。りっちゃんが金セリフで喋ってる、これは期待したい。なんか来たんですけど、でこれで喧嘩してたこの2人がっていうか、これってさ、ゴジラってこいつが攻めてくるから目覚めて地球守るために歩いてんの。僕ゴジラの原作知らないんだけど、だとしたらエヴァは初号機はゴジラ君にひどいことをしてるとしか思えないんですよ。地球のために目覚めたのに、なんでお前ら地球人俺を攻撃するねんってゴジラは思ってるはず。で僕は当てたことがありません。あー導入セリフが白か。いやーどうかな、あのままクライマックスが良かったんじゃねえの。頑張れ、がんだ、なぜか融合。おえうえうえ、いやこれ当たったな、これ当たったな、これ当たったな。身内準備、保健最大砲撃開始。怒られるかな右打ち、ちょっと左。ジャイロ覚醒ですよ。これはでも当たりますね。いやーやった、ついにこのリチャードだ。さああとはラッシュを願うだけでございます。これは当たります。終わりやで、最後がノーマルボタン、赤ボタン、レバーかな、3つあるね。赤ボタンじゃない、あレバーか。ほらやっと腕相撲で勝ちました。俺の方が太いな、やっぱ。さあラッシュが欲しい。一応玉でつながりましたね。60の赤い点。きつい。セグ見ちゃいそう。最近セグ覚えてきたのこいつの。見たい。ゴジラで。センスのある演者はここで連打しないんですよ。センスがあるから。ここで連打は面白くない。ここまでで止めるんですよ。で周りに、あ紫だダメだと思わしておいて、実はやったりましたみたいな。で赤ボタンが出ます、俺だから。ないのかな復活、やっぱり。あないな、パカパカになっちゃった。あさっきと一緒だ、セグが1367。まあまたもう一回頑張りましょう。おお。してくれた、ラストチャンス規制、あと1000円。時間的にもね、ここがラスト。でやっぱここまで先読み出ないっていうのがいいよな。リゼルとかの先バレだと先読みの強さで分かっちゃうんだよね。でもね震えなさそう、先震えて、あなんかゴジラが吠えた音が聞こえたが、で
レイがエロいよな、ムチムチしててたまんね、セックスしてサイレント、あ、スミスブシコ、へー、ゴジラ、あーでもあれかに、ギジニでこっち行っちゃうか、これはちょっとダメくせえな、金セリフは出ないよね、出たんですけど俺ならと超接近して落ちないで迎撃されないで OK、 ゴジラさんぶち切れてますよ、もうガンガン撃たれてるから、来ますよ来ますよ、俺らの初号機が、シンジ君絶対ニューリンでかいはずなんで、で俺ニューリンでかい方が好きで超タイプなんだよ、ギドラ来ねえかなあいつ、ちょっと割り込んで来いよ、ボコってやるから、はい来た、もしくはキーセリフだと割り込んでくんのかな、そんなことはないか、いや金セリフはあったし、ちょっとこれは言ってほしいけど、まだ、あ、OK、導入セリフ赤、チャンスアップ出ましたね、さっきは白だったでしょ、来たかって言うよね、ゲンドさん、ここの赤テロップはチャンスアップでございます、おい、金テロップ、よくさっき金テロップなんか出たよね、よくあるよね、小学生の喧嘩でも攻撃ターゲットが変わるって、キングギドラって AT フィールド持ってんのかな、本当に、まあ IF の世界だからいいけどね、あとはさっき途中で出たチャンスアップが今回はねえか、あれでも真正面カット、赤ボタン、やべえ、おいと、やった、最後の最後でぶっ刺した、これがラッシュじゃなくてもこれで終わりですかね、じゃあ最後はシンジ君で、いや、やっぱ見出ねえな、チャンスアップセグは見ない、なんかまた通常奇跡もする、どうしよう、通常だったら打っちゃうか、でもな、もう時間がやばいんだよね、赤ボタンください、よっしゃ、引き強え、これが持ってる男ですよ、見ました奥さん、最後にやるかね、普通はあの持ち山と8000円打ったら9000回打ったら終わりだったんですよ、最後の1000円で当たってようラッシュ引くな、正直青数字だし通常だと思ってたんですけど、これで気持ちよく帰れる、ここ1回転目外れるのかな、外れ、3回転目ダメ、4、5、よっしゃ5回転超えた、ラッキーで6回転目で当たり、あー全部埋めちゃった、でこれもう一つ楽しい遊び方があって、最初の2連チャン目、要は一発目の当たり単発打ちでロング変動になったら保留を埋めないって手もあるんですよね、あれ風吹いてんですけど、え、まさかな、やっちゃった、え、まさかあれやっちゃった、あ、なんだ暴走の方か、わ、すごい音、てっきりあれやっちゃったかと思った、あの9000申請ですね、これは申請だと思う、多分こっちです、絶対こっち、俺だから、神だから、神だから、あと普通暴走だったらこんなアクション出ないんですよ、鳴ってるし、やべえ引き寄せ、やべえ困った引き寄せ、しかもうまいのが最初250、一発目で5回転当たんなかったのよ、超うめえ、右打ちで2回目、さっきの当たりが時短255だったか分かる当たり方、分かる、あ、今まだ分かん、あ、これでまあ1個でとくかね、これが今時短でロング変動してるんです、あ、ここ当たってましたね、あ、この2個目のさっきの当たりは時短1回転の方でした、今
パカパカになっちゃったんで、電柱がいわゆる1回転止まったら時短1だったらもう電柱ロング解放しないんですよ。1回転消化した後にずっと電柱がロング解放してたらその前のあたりは時短255でしたね。あーこれもあセグで分かるんだった。これ時短1です。多分ねセグ2個しかないんですよ。457だと時短1回転、1467かなだと時短255、この2つだけじゃないかな。これで外れが停止して、これも時短5回転のあたりでしたね。今も電柱がショート解放になっちゃってます、この時ね。だからあのずっとジッパーにしてて保留満タンになることってまずないんですよ。1個しか残ってないんで、え、ま、継続？え、じゃあこお前この次、え？ああそうだよな、だってあと1個しか保留がないから、これ時短255だ、1467、これ時短255です。だから申請モード継続、うまいね。今255で6回転当たらずで、そっから V を1,2,3 個取ってて、5回転のやつ5回転のやつで、ここが時短255、うますぎる。今4回転連続でハズレ引いてやった。あこれもハズレ、あすいません当たってました。でここであえて、あやべ、たまあんまり入れちゃうと保留ね、あえてあんまり入れないってのも手なんですよ。保留を埋めすぎると死んだ時にきつくなる。さあバトルの間だよな、つか前バイブしたな。うわギドラだ、もう見えてます。赤いルミ、おいこん、本当にお前弱攻撃あんの？星が光ってない、レバー震えない、避けないからアスカかマリが、アスカマリ来ない。しかもこれ時短5回転じゃんけ、あつか時短1回転だ、457だ。立たなかったらやばい、まあ立たないんだけど、まず立たないですね。立つときはあの絶対に立ちますよっていうパターンが選ばれやすいです。55で止まったりとかね。で今1個減るんで実際2回転ここから入れられ、多分ね最後のやつが当たってる、風は吹いてないが、多分今いいタイミングで2個最後のやつが入った。動いてよ、嘘だろい、レイちゃん、レイちゃん、レイちゃんがいね、この場合絶対復活しねえのかな。シャッター閉まるの早いんだけど、あーんぎゃー、申請モードにぶち込めたからまあよしか、申請モードにぶち込んでなかったらその手前で終わってるしね、その道。まあ実際のあれちゃんだ、5連ちゃんか、大敗は免れましたね。まあ最後気持ちいいとこも味わえたしよかったかな。はい、お疲れ様でございます。リゼロとゴジエバいかがだったでしょうか。引き強なもんでね、しっかりどちらでも当たりを引いてどちらでもラッシュを取って、やっぱり引き強いと思いましたね。うん、結果は負けたんだけどね、あれやっぱリゼロでもラッシュ取っちゃうし、ちなみにリゼロってのはあの連チャンすると思って打ってないんで、右速攻打ちが当然だと思ってるんで、うん、まあなもんかなと。だからねやっぱね、そんまりの引きがおかしいんですよ。しかもなんであんな日にあんな引きを発揮するのか本当に許せませんね。はい、ゴジエバも最後残り1000円というところでラッシュぶち込んで、当たるだけもすげえのにラッシュ本当に取ったからね、俺絶対あれ通常だと思ったもん。そこが申請ぶち込んで、しかもうまかったんだあの連チャンが。まず一発目255時段で始まるじゃん、6回転ぶっ刺さずに6回転目で当たって申請ぶち込んで電サポ5電サポ5で255時段でまたはめてそこで死んだんですけども、いやうまかった、うまい連チャンでした。はい、といったところでどっちがより面白いかというと僕はやっぱゴジエバかなと。リゼロだとあの先バレにしろ車検のやつにしろ保留が消化される前の先読みの厚さとかである程度結果見えちゃうんですけど、ゴジエバは先バレにしとくと当該変動消化されるまで
先読み出さなくなるんで、当該変動消化まで期待感が保てるんですよね。白バネも赤バネも込みだと結構出てくれるんで、退屈感なく打てるのがいいですね。とにかく途中の流れが弱くて、もうクライマックス行くと本当にびっくりあたりがありますしね。でラッシュに入るとまあ本当楽しいですし、まだまだ打っていきたい台でございます。はい、といったところで本日の結果なんですけども、投資が39,000円、回収7000発といったところで2750発、まあマイナスですね。まあマイナススタートですけど、演者としてはもう見せ場たっぷりだったんで超引き強、まあいい一発目になったと思います。気持ちよく、気持ちいいシーンたくさん味わえたんでね、うん、気持ちよく帰れますね。はい、だから今日はすっきりと大阪に向かいたいと思います。というわけで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。